皆新山は長野県長野市松代標高659メートルの火山である。ふもとの平地からの飛行は280メートルほど。30から35万年前あたりに活動した安山岩の溶岩ドームである。安山岩は粘性の高いマグマであったため、火山灰の噴出や溶岩流の流化は起こらなかった。1965年から1971年に、 かけての松城群発地震が皆新山の直下で起こり、この地震活動に伴い約1メートル隆起している。この地震は地下水脈の影響による岩盤の破壊と見られる。松城群発地震に伴い1967年に付近の重力分布調査が行われ、皆、神山付近には低重力域があり地下には単径800メートル、長径1500メートル、 震度200内し400メートルの楕円形、陥没構造の存在が推定される。ボーリング調査により、皆、神山溶岩は150メートル程度の厚さがある、ことが確認されており、その下に、湖水堆積物が見つかっている。また、山頂部には、川の湖歴が見られる。第二次世界大戦末期には、日本の戦況が悪くなり、松城が大本営、政府、 皇室を含む首都移転の予定地となり、皆、神山と周辺の山には多数の地下号が掘られた。その周囲の山並みと異なる溶岩ドームの山陽から人工物と思い込むものが現れ、太古に作られた世界最大のピラミッドという説が起こる。毎年5月5日には地元自治会によりピラミッド祭りが開催される。中腹には岩戸神社、山頂には 熊野で早尾神社がある。また、全国的にも珍しい標高の低い土地での、黒山椒王の産卵地がある。ありがとうございます。